June 21st, 1944. On the Western Front, heavy fighting has been taking place for the last 2 weeks in Normandy. While on the Eastern Front, the situation is much quieter since the end of the Soviet Spring Offensive, which has brought the Red Army to the gates of Belarus. It is in this sector of the front that the Soviets are now secretly building their strength during the early weeks of summer 1944. Codename, Operation Bagration. Its objectives, to trap and destroy the German Army Group Center in order to open the way for the quick capture of Warsaw. To achieve these goals, the Soviet Army intends to crush the main German strong points at Vitebsk, Orsha, Mogilev, and Bobruisk within the first hours or days of the offensive. Nowhere more than Orsha are the Germans ready to receive the Soviet assault. Waiting in strong positions they have held all winter against repeated Soviet assaults, and reinforced since then, they are confident they can once more break the enemy's offensive. Orsha is the main hub and key of the whole German defensive system, and therefore defended by the best troops. But the Soviets have learned from their winter failures and have devised new tactics, especially to crack open this stronghold. On June 23rd, in the wake of an artillery and air bombardment such as the Eastern Front has never seen, elite Soviet assault troops crash into the most determined German resistance.第27軍団状況は第78突撃師団より現在ロマリドブを見て敵が攻撃を開始、さらに偵察より後続に少なくとも2個師団、第256、第25、第260師団戦線でも大量の敵が出現。空軍に可動機体全部支援に回すよう伝えろ。さらに第286保安師団の各部隊を分割して前線に配備しろ。しかしそれでは後方の安全確保。オルシャが突破されたらミンスクまで一直線だぞ。そうなれば後方どころじゃない。それで第4軍はなんと？中央軍集団から箱の攻撃は陽動で、ウクライナへの攻撃が主目標であるという情報が。そして第4軍からは第256歩兵師団をうちの指揮下に、また第501重戦車大隊を派遣するとのこと。何が陽動だ、陽動攻撃で数百キロの戦線に攻撃するバカがいるか。それで一個大隊でこれを止めろと？撤退許可は？オルシャが要塞都市として指定されていることもあり、一切の撤退も許可されてません。前線部隊の努力でなんとかなると思うか。はっきり言って無理です。せめてドニエプル川後方まで後退しなければ現状戦力では持って2日かと。それは最終手段だな。とりあえず全部隊にバブエナビーチオルシャ合力の線まで後退するよう通達。その代わり軍団よりお惜しみなく出せ。後方維持の兵力は最低限で良い。了解。頼んだぞ。こちら第256歩兵師団、敵の猛烈な攻撃に遭っている、撤退許可を。予備の第一大隊を回せ。やばい！ダメだ、なんとしても伸び続けを支持しろ。これ以上の撤退は許可できない。これ以上悪いだろう、全ては予備を繰り込んだ。すでに敵戦車が第一防衛線を突破。これ以上の撤退るためには戦車が必要だ。今保安師団の一個大隊が向かってる。それでなんとか持ちこたえろ。それが何の役に立つ。これ以上の増援がなければ現地の維持は保証できない。第3装甲軍より、敵はすでにブイテグスクの南北を突破し、市は反包囲されている。わかった。状況が変わった。軍団北部から包囲される恐れがある。そのためオルシャビテグスク道路までの交代を許可する。ただし左翼からの攻撃に備えよ。それで増援は？ない。一日だ。確信を持てるのは一日だけだ。あ、わかった。他の戦線の状況は？第78突撃師団の大部分が撤退を完了。しんがりとして一個大隊が二個師団相手に踏ん張ってます。右翼でも第260及び第25師団は防衛線を確立、ただ撤退の際に装甲敵団兵1個大隊が殲滅されました。必要な犠牲だ。空軍はどうなっている？現在稼働機前期で支援に努めているようですが、撤退数が少ないので全戦線での支援は無理です。仕方ない、現有戦力でやれるだけやるしかない。さてビテグスクは包囲され南のモギリョフでも劣勢と、前線が崩壊していないのは我々だけだとな。はい、ビテグスクでは守備隊が脱出を試みているようです。
それで増援の重戦車大隊は一体いつ来るのかね。すでに26日だぞ。後方の鉄道が空爆で破壊されたため早くとも27日午前です。そしてお言葉ですが我々も殲滅される前に撤退すべきです。戦線全体では押し返していますが北部では小規模の突破を許し、また我々が突出する形となっているため戦線は伸びる一方です。そして連日の戦闘により将兵は疲弊し、特に敵の圧力を受け続けた第78突撃師団は敵2個師団を殲滅しましたが充足率は間もなく5割を下回ります。どうかご決断を。ダメだ。どうしてですか？今我々が撤退すれば中央軍集団は完全に崩壊する。そうなれば北方軍集団は孤立し我々に残されるのは滅亡だけだ。そのため何としてもここを死守しなければならない。たとえ軍団そのものが犠牲になろうとも。入れ。わかった、下がれ。第53軍団が、全滅した。それって、ああ文字通りの全滅だ。全師団との通信が途絶。第9軍団も半壊。ならば敵が迂回してくる前に撤退を。なおさらダメだ。我々がおとりとして敵を引きつけ、その間に左翼を友軍が埋める。そんな戦力なんて、どうか撤退の判断を。ダメだ、もういい下がれ。シベリアで会わないことを願います。